変えます。よし、デブとマッチョ。サブ任務97、クレーンの湿地、大発生の調査達成。ふう、じゃあちょいと、はい、捕まえました。いいねいいね。ほら、親分じゃないだけでこんなに違う金額。お、雪の王がだいぶ、こう自分が使うポケモンもね、こうやって調査が進んでいくけんね。これから一旦村に戻ります。んで、ちょいと、ここか、高台ベースの方かな。険し林、そこまでは飛んでいけんのよな。どっちだどっちだ、こっちか。よし、オッケー、行くぜ。でもこのダッシュっていうのがさ、急降下よりかは緩やかなんかもしれんけど、でもちょっとずつ下に落ちていきよるよね。ずっとさ、この同じ高さで飛んでいただきたいんやけど。どこだい、ウォロさん。あ、ここか。ここってなんかポケモン捕まえよったとこかな。違う？どうも。アイナさん、自分の調べによると。親分ですよ、アイナさん。B クイーンの相手、お願いいたします。捕まえれるんかな、これ。捕まえれるんなら捕まえたいんやけど。ストーリー上で出てくるやつやけん、捕まえれんかな。え、めっちゃ捕まえたい。あー！危険、危険。どうしよう、つらら落とし。もうこっちも効果抜群やけんな。お、いい感じ、いい感じ。ちょ、ここでさ、頑張れ頑張れ。 B クイーンの親分見たことないけんさ、捕まえれるなら捕まえたいんだが。でも多分最初から捕まえれんかったら捕まえれんって出るはずやけん、これはいけるやつやんね、きっと。あー、大活躍の雪の王が、とりあえずベロベルトを出す。そしてハイパーボール。お願いします。無理なんかな。無理なんすかね。捕まえさせてくれ。いけいけいけ。うわー、なんか無理なような気がしてきた。あー、そしてただただポケモンがいなくなっていく。ハガネール、でもう一回とりあえずハイパーボール。できんかったらなんか注意文みたいなの出て、出てこんのかな。無駄な気がしてきた。待ってよ、技。でもこれどうやろ、やっつけてしまおうかな。これぐらいやったら大丈夫。あー、やっつけた。やっつけたよ。でも捕まえれんかった気がする。わからんけど、あんだけハイパーボールね、投げて捕まえれんかったら無理よね。お、岩石プレートゲット。自分たちが探そうとしていた岩石プレートをたまたま拾っていたのでしょうか。さてと、自分が知り得たプレートの情報ですが、
おしまいです。ですが、何も起きない以上、まだ存在すると推測されますね。ほう。さて、プレートに詳しそうなあの人を尋ねるとしますかね。小木戸さん。ええ、小木戸さんですよ。あなたにとっては赤い鎖の例もありますし、会っておいた方が良いのでは。さあ、隠れ里に向かうとしましょう。何？誰かポケモンいる？なんかそんな感じの気配が。え、気のせいか？気のせいかもしれ、ん？ヘラクレ、あ、親分？親分や。これ捕まえようや。思うんやけどさ、やっぱ親分はさ、最初からボールでは捕まえれんのかな？さすがに。え、消えないでね。消えるのはなしね。待って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 、待ってって。待ってって。今出すから。離れる。え、だいぶ弱いな。レベル的にはだいぶ弱いな。どうやらやっつけてしまうかな。炎の牙やったら絶対やっつけるよね。10万馬力ぐらい。これを繰り返していけばいけるかな。あ、でもどうかな、耐えれるか。若干難しいか。アイアンテール。おー、いい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 。あ、でも、耐えろ。あー、こっちがダメだった。あ、でも次で絶対いけるよね。ハイパーボール。今回のはストーリー上じゃないけんいけるはず。来い。よっしゃー。ふう。ヘラクロス自体は2匹目なんやけど、親分は捕まえてなかったけんね。よしよし。オッケーでしょう。ん？なんか今の。誰かの落とし物が。ミナオの元へ送られた。ありがとう。誰か知らんけども。あの辺のは捕まえとるね、ミツハニー。さあ、チェーン戻りますかね。親分をいっぱい捕まえていく。ほら、親分一体だけでこの金額。お金大事。村に戻ります。さあ、でさ、小木戸さん、ん、これは、あ、落とし物のやつか。ミナオの落とし物。イエーイ。お礼が。んーで、小木戸さんはどこだ。これか、古の隠れ里。はい、小木戸さん。あれ、今日は外にはおらんねやね。家の中？お久しぶりです。そなた、すごいことをしたの。赤い鎖は役に立ったようだな。あ、そっか、もうあの後来てないよね、一切。よくと使命を果たしたな。して、何用じゃ。私の役目はもう終わったであろう。プレート。プレートについて今度はちょっと。私の先祖。といっても、もう千年も二千年も昔の話じゃ。古代神謡人は、アルセウスを翡翠地方、ん？アルセウスを、翡翠地方を生み出したポケモンとして崇めておった。うん、うん、うん。アルセウスがこの世界を作ったってこと？そしてバサギリア怪しの先祖たちにかけら、プレートを渡したとか。あなたであれば、アルセウスとプレートについても教えてくれるかと。何もない。伝えられることが残っておれば、混合団がディアルガを、真珠団がパルキアを、アルセウスと勘違いするものか。アイラさんが押してきた理由がわかるかもしれないのです。おー、やっと。
落ちてきた理由っていうか戻れはしないのかい？戻る方法とかは。うん、なるほどの。では手助けしてやろうかの。水にはまだまだものすごいポケモンがおるのじゃ。アルセウスとの関係はわからぬが、何かしら足がかりになるやもしれぬ。うん、どれを知りたいのじゃ。どれを、始まりかな。始まりといえばの、そなたはどこに落ちてきたのじゃ。お、メイン任務、始まりの浜のプレート。あれ、さっき出てきたやつ全部任務ってこと？多いね。いや、まあ一個ずつや、え、何？戻れねえ。全部聞くしかないってこと？なるほどね。神殿の巨人、もう下から順番にやっていこう。切っ先神殿の秘密、開かずの扉を開けとの話じゃ。切っ先神殿のプレート、三日月、月を迎える。何かひらめいたか。とにかく天眼の山麓に向かえ。芸月の戦場のプレート、そして火山。火山といったら火吹島じゃ。あのブーバーがいっぱいおったとこかな。火吹島のプレート、そして湖の3匹。赤い鎖で世話になったであろう。お礼を兼ねて今の己を見せてまいれ。湖のプレート、ふんふんふん。うん、質問はいいのか。はい、とりあえず。ふん、あとはそなたの頑張り次第よの。時空の裂け目が開いたことで、普段姿を見せぬポケモンも何事かと様子を伺っておる。そなた、頑張れよ。図鑑とやらのためにもな。図鑑はいいんやけどさ、まだまだ多分出てきてないポケモンもめっちゃいっぱいおると思うよね。こんなもんじゃないやろ、ポケモンの種類。けん、その辺はね、まず出てきてくれんことには捕まえれんけんね。さすが小木戸さんですね。有力な情報を得ることができました。さあ、プレートを集めましょう。だって大体ね、行ける場所は行っとると思うけんさ。だから結構私端っこの方とかも行きすぎてさ、これ以上先には行けんみたいなところまでいっぱい行っとるけんね。え、時空の裂け目が開いたことによって今まで姿を現さんかったポケモンたちもみたいなんやったけど、ってことはクリア後になってまた出てくるポケモンが変わったとかっていうこと？アイナさん、やはりポケモンなのですね、鍵は。集めたプレートの裏に刻まれた文字を確かめれば、アルセウスに会う方法がわかるかもしれません。アイナさんは小木戸さんの言ったポケモンたちを、自分は心当たりがありますので、そちらを当たることにしますね。翡翠地方を作り出したとされるアルセウス、どのようなポケモンなのでしょうか。なるほどね、この先最終近くなってきたらアルセウスに会うことになるってことなのかな。こっち行ったら帰れるんかな。ここには博士とかがいないんだけども、何？お？どうした団長。小木田殿より聞いた。一応召喚でウォロ殿とプレータとやらを集めているとな。そうなんすよ。何か。始まりの浜に行くぞ。ついてこい。流れるようにストーリーが進んでいく。始まりの浜。ここから繋がっとる、あの海のとこよね。電木団長は何かを知っているのか。トゲピーの旗めっちゃ可愛かった今。めちゃくちゃ可愛かった今。あれか、あのマークか。今あの180ぐらいあるやつ。え？こっちよね。こっから出るんよね。あのところ登っていけんよね。村にもポケモンが増えてきたな。いいことだ。かわいい。
相変わらず。か団長早くね、一緒に連れてってくれればよかったのに。自分一人だけ先々行っちゃって。遠いんすよ。これ以上早く移動もできんしさ。え、いなくないっすか？いつものあの人しか。あ、ん？おったっけ？こんなところにも。え、ずっとあった？ここ。イエーイ！このエリアに散らばっていた灯火をすべて集めたようだ。あれか、村の中の灯火これで全部ってことかな。あれ、電木団長？か？戦いの時の格好か。始まりの浜か。確かに色々と始まっておる。あれこれ言わぬ。立ち会え。何？怖いんですけど、はい。何に立ち会うの？え？銀河団の電木が勝負を仕掛けてきた。え、何？戦闘？急に。え、いきなり？怖い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 。え、ここで戦闘したらプレートが出てくるってこと？どこから？え、謎しかないんですけど、助けて。あれこれ言えよ。説明しろよ。え、アイアンテール。ち、一発じゃなかったか。まあ、向こうの方が、やめて。向こうの方がレベルは上なんやね。10万馬力。お、いいぞ、いいぞ。次は？おい、ヘラクロス。さっき捕まえたよ。電木団長のヘラクロスの方がレベルが高え。さっきのね、親分ポケモンやったけど、40何歩やったもんね。あー、効果抜群、マジで。ふっ、ちょ。誰かな、ベロベルとかな。大きさ的には同じぐらいかな。思念の頭突き。よしよしよし。次はカビゴン。かわいい。体型的には同じような感じよね。あ、どうしよう。ポケモン。あ、ゴーリキーでいくか、じゃあ。変えまーす。よし。デブとマッチョ。いいファイト。そう、一発ではいけねえ。あ、待って、効果抜群なの？マジか。うわー、くっ。あ、もう効果抜群、誰もおらんやん。マジで？え、じゃあベルベルトでいいよ。あれやね、雪の王も同じような体型やけど。あ、あとちょっとやけんね。ギガインパクト。よし、オッケー。さあ、次は次はピクシー。夜とかやったら映えそう、今の技。効果抜群ないな。え、他の子は TR がいける。アイアンテール、ひえー、容赦ない。お、次ラスト、ウォーグル。やっぱ効果抜群で仕留めたいんよね。ベルベルトいけるね。転がるが効果抜群って、相手宙に浮いとるのにね、なんで転がって攻撃当たるんやろ。不思議なんだが。あ、でも確かに足には当たっとるけど。待って、効果抜群でそんなもん。めっちゃ防御力高いやん。しかも2回連続、やられる気がする。うん、ですよね。ですよね。待って、雪の王で行く。
つらら、いや、吹雪で。うっしゃー。これラストよね。OK よね、もう。よし。思ったよりやられたけど。まあ、でも全滅するとは思わんかった。恐ろしい生き物のポケモンも友とすれば心強いか。イエーイ、レベルアップ。天眼山で試合った時よりもさらに強くなっている。そりゃね。親分ポケモンもだいぶ増えたしね。お前にとってポケモンは敵ではなく、いつでも共に遠くへ歩むための大切な存在なのだな。小さい頃から慣れ親しんでるんで、お前は稀人なのかもな。よし、これを持っていくのだ。何？おめえがプレート持っとんかい。拳のプレート。最初の銀河団、つまり私はムベたちが始まりの浜にたどり着いた時見つけたものだ。ほう。何やら力を感じたので大事にしまっておいたが、始まりの浜に落ちてきたお前の元に行くとは面白い。面白くはないけど別に。何かに導かれておるのか。そうだな、導かれているのだろうな。私たちも関も海も神王様なる存在に。うん、この地は翡翠地方ではなく神王地方と称すべきかもな。神王地方っていう地方は今までにあったっけ？なかった？私に言う資格はないが、お前のように才ある者が調査隊員でよかったと思っておる。でなければ天眼山で敗れ、私たちの場はもちろん未来もなかった。さあ、もっと調査せよ。お前が得たポケモンの知識は私たちの行く先を照らす光となる。メイン任務、始まりの浜のプレートを達成。小人に教えてもらった話によると、プレートは残り4枚だ。残りはどこなんやろうな。分からんけど、とりあえず戻るか。いや、戻るまでの道よ、長いんやって。いや、マジでさ、あれよね、他のゲームとかでさ、もう一瞬でマップでワープできるとかさ、そういうのそういうの慣れとったらね、ひたすら歩きで移動するのってクソめんどくさいよね。ルーラしたいもん、めっちゃ。わかる？もうめちゃくちゃルーラ使いたいもん。広い町とかやったらさ、ルーラ使ったら町の入り口まで連れてってくれたりするやん。そういうのでも使うけんね。え、てかポケモンは回復したん？違う違う違う。私のポケモン、お、回復してる。よかったよかった。もう別にあれ、うろつきよってクエストが始まったりするところはないかい？いや、たまにさ、あれなんよ、動画外でさ、レベル上げようとかポケモン捕まえに行こうとか思ってちょっと進んだら、めっちゃなんか急激にクエスト始まる時あるけんさ。そういう時もうなんか、うわ最悪と思って急いで電源切るんよね。大丈夫そうやね、とりあえず。うん、大丈夫そう、大丈夫そう。ふぅー。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、あと、ま、メインストーリー的には、プレートが、あと4つなんかな、ま、それも集めていきたいし、大発生の方もね。え、全マップで調べるんかな。やとしたら、まだあるよね、結構。次、群青の海岸って言ったんやっけ。ま、それも進めていきたい。いろいろと並行してね、頑張っていこう。